痩せたい人は10秒3種目一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、バランスボールを使って10秒間3種目計30秒一緒にエクササイズをやっていきましょう。今回は上半身、お腹周り、そして下半身、この3種目に分けて行っていきます。バランスボールを使って行うことでより細かい筋肉を使うことができますので、ボールを使わないでやるエクササイズよりもとても効果的です。そしてなおかつ大きな筋肉が働きにくいです。細かい筋肉にアプローチができますので、細くスタイル良くなりたいという方には今回のエクササイズ3種目がおすすめです。では紹介していきます。はい、バランスがいるので安全には気をつけて行ってください。まずはボールの横を持ちます。指を下に向けてボールを床につきます。これで足を伸ばして肘を少し曲げます。これで10秒キープです。この時にポイントは腰が反れないように、肩からかかとまでお腹を締めてキープしてください。で、次にボールの上に足を置いてプランクを行います。慣れている方は足を閉じて、難しい方は足の感覚を広げてボールの上に足を乗せてください。こういう状態です。これも腰が反れないように、肩からかかとまでまっすぐにして10秒キープです。最後にボールの上に座って足首から膝がまっすぐになるぐらいの位置で手を前に伸ばして、お尻を少し浮かしながらキュッキュッと、空気椅子よりも少しね、ボールに体重を預けていいです。気持ちは空気椅子なイメージです。これを10秒間少し揺れながらキープです。計30秒一緒に頑張っていきましょう。では行きます。スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、プランクです。行きます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、ラストスクワットです。いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK です。お疲れ様でした。たったの30秒、これぐらいならできますよね。この3種目を行うことで胸、肩、二の腕、背中、腹筋、脊柱起立筋、お尻、太もも、しっかり鍛えることができます。慣れてくるとこれを3種目、3セット行うことで、より効果を高めることができます。これで脂肪を燃やすポイントとしては、3セット行った後に30秒間ほどこのようにやってください。ダッシュです。30秒間ダッシュを行ってください。そうすることで2セット目から呼吸の上がった状態でエクササイズを行っていく形になりますから、ヒートトレーニングのように脂肪を燃えやすいエクササイズに変えることができます。ぜひ参考にしてください。一緒に頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.